スタートしました。7番ケイアイロベージュが後方からです。芝の上先行争い、外枠の各馬が好スタート。14番カレン・ロマチェンコがまず先頭に立ってダートに移ります。2番手15番サバ、13番ピンクカメハメハ、そして二の足がついて10番プロバーティを先頭に並んでいきます。インコース5番手1番ゲンパチフォルサ、前が5頭抜けました。12番ローウェルが6番手を追走、7番手は3、4馬身相手、3番ティアプリオン、4番ラペルーズ、16番ルーチェドーロ、9番ブラックアーメットと一段です。2馬身差中段、おっとここで1頭落馬、13番ピンクカメハメハが内ラチに接触、落馬してしまいました。16番ルーチェドーロ、9番ブラックアーメットと一段です。2馬身差中段、おっとここで1頭落馬、